皆さんこんにちは、もたいです。ブルーロック店は期間限定でオンライン通販を受注をやっていたんですけど、その時に頼んだグッズが届きましたのでご紹介しようと思います。こちらがブルーロック店の記念パンフレットです。ちょっとウキウキしすぎて 2,3 冊買おうとしてた。ご褒美の時に見たいんですけど、私そうやって3年ぐらい開いていない本があるから、この後見ます。こちらは入浴剤ですね。びっくりした。そうだよね、本当にがっつりカラーだったらがっつり肌色がいらっしゃる。よかったよかった、このおしゃれなカラーリングで。でこれちぎりくんがおまけブロマイド1枚入りって言ってるんだ。ありがたく頂戴いたします。なんかさ、捨てづらいパッケージなんよ。なんか入れとくか。そしてこちらがブルーロック店エゴのラーメンです。現役時代に食事制限で食べられなかった分、今はこればっか食べちゃうんです。あ、セリフだった。そうやって己をごまかし続ける夢の亡霊になったゴミに俺は1ミリも興味はない。結構結構ど真ん中ら辺にきついこと書いてあるな。あ、でこちらのおまけシールがついてくるのね。ありがとう。なんかシールついてくるとすっごく得した気分になるんだよね。864円。864円。いやでも生麺だしな。あ、ちょっと普段のカップ麺よりも手間がかかる感じだ。お好みの具材をプラスするとさらに美味しさアップ。ネギ入れます。いやこちら大変楽しみですね。でいざという時に食べようと思うと、賞味期限が切れるので、これも近々食べます。わー素敵。やっぱりこのキラキラ仕様素敵ですよね。待って、一人足りない気がする。私全然覚えていないけど、もう一人いた気がする。シュリュ全然閉まらなかった。シュリュよ、ちょっと探してくる。いなかった。おかしいな、レオピがいると思うの。レオピすごく迷って購入した気がする。多分ね、ダンボールの奥底にいると思うんですよ。レオピがそんな寂しいところに。本当に申し訳ない私。お家に帰ったらちょっと確認してみます。でね、印刷はね、今回結構好きなんですよ。くっきりとしていて。あ、じゃあもうちょっと欲しいな。おでこ出してるリンくん可愛いな。そんなこと言うとめっちゃ怒られそうだから本人には言えない。もちろんちぎりくんが最高でございますわ。はい、でも可愛い、とにかく可愛い。私はこのメンバーの中で一番イサキくんにお年玉をねじ込みたい。いろんな国神くんのアクリルスタンドがあると思うんですけど、1位2位を争うぐらい好きです。化粧台の上に置きたいって言っていたものですね。でアイラインとかいろいろ失敗した時に、カイさん見て格が足りないよ格がっていうのを見て、うっってなってまた挑戦する。でこちらがぬいたちです。手頃なサイズでいいですわ。可愛い。うん、わー、かわいい。いやー、もう、すごくかわいい。私の方全然見てくれないけど、すごい好き。そう思うとみんな私の方見てなくない？なんか、どうして？リカちゃん人形と同じ？ちょっと、右上とか見てるの。あれよね、威圧感とか与えないためよね。いやー、でも、誰もこっち見てくれてないよ。みんななんかちょっと、右斜め上見てない？こっちだよー。私はここだよー。ダメだ。好感度が低すぎる。思いついたよ。ということは私が右斜め上から見れば目が合うということじゃないですか言っててすごい寂しい。そしてちぎりくんとひよりくんとさいくんですね。こちらのシリーズはですね、もうちょっとね、欲しい子がいるんですよ。また何々会場っていうその期間ごとに受注販売やっているんですけど、毎回ね増えていくんですよ、グッズが。だから、あ、じゃあ次まとめてやろうかなっていうのをずっと繰り返している。だからもうどのタイミングで買おうと思っていて、カラスくんの縫いも欲しいし、そう一番バランスがいい。で、あとカイザーの縫いとかも出てきたし、グッズがいろいろ増えているから、よし一気に注文するぞと思うと、なかなかね、終われない。でもね、様子見てまた、ブルーロック店のグッズも買っていこうと思います。その時はまた動画も出そうと思っているので、よろしければお付き合いいただければと思います。だいぶ話が脱線するんですけど、私ちぎりくん推しですかって聞かれたことがなくて、りんくん推しですかは3回ぐらいあるんですけど、あとバチラくん推しですかもあります。ちぎりくん推しですかって言われたことがない。なぜ？でも私ちぎりくん推しですかって聞かれると、多分ね、恥ずかしく恥ずかしくなるから、そっか、聞かれたらそれでそれで困るのか。そう、恥ずかしくなるから、はいみたいなそうですもじもじするな。あ、じゃあもういいのか。もうリンク推しですかとか、バチラク推しですかとか聞かれて、いや、箱推しですって答えるぐらいがちょうどいいのかな。だって交換とか探すときに、あ、何々く推しですかって聞いて、相手が照れ始めたら困んじゃん。何照れてんだってなるじゃん。なるよ。
だからもしかしたらちぎりくん推しですかって聞かれないのは正解なのかもしれない。私ね、ブルーロックの話をする人が本当にいないの。本当にいないからもう慣れてもいない。じゃあみんな聞かれるときはマギくん推しですかって言われて、ええみたいな誰だろう、そんな人いるのかな。ええ、いかにも。なんて答えればいい私人と触れ合うのが慣れてないのかな。なんて答えればいい。いかにも。いや難しいとこですよね。いかにも。そう、そんな雑談でした。ここまで、本当にここまでお付き合いいただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。